はい、どうもハビネスラグのハビネスです。今回はですね、ボーバンとエンバーのアビリティリワークについて触れていきたいと思います。ようやくこの動画を出せるといった感じですね。もうすでにアビリティのね、アイコンの部分とかがめちゃくちゃ変わってて、リワーク後初めてボーバンを選択しております。今更かよみたいな感じだけどね。はい、やっていきたいと思いますね。とりあえず今敵がいない状態の趣味クラムに来ているんですが、とりあえず放つだけ放ってみたいと思います。あ、そっか、でも説明文から読んだ方がいいのか。ちょっと説明文読ませていただきます。まだ本当に一回も確認しなかったんでね。はい、パッシブとかも変わってんのかな。無力化した敵に 25% の追加ダメージを与える。なるほど。1番テスラネーボス、敵へと付着するローラードローンを展開し。なるほど、ローラードローンっていうのはあれかな、シーカーとかグリーンアのシーカーとかがやってくるやつだね。アーク放電を発生させ付近に攻撃を与える。かなり攻撃チックになりましたね。ただ地雷を撒くだけではないと。なるほど、威力をあんまり下げると良くないねこの辺は。2番、4種類の地雷を切り替えて展開する。ははは、は、切断ダメージがあるんだ、すごいね。貫通ダメージあるからグリニアによく効きますね。スピード増加、これ威力下げるとあんま良くないね、ボーバンね。破壊的なレーザー砲撃を要請する。やばい、オービタルストライクだ。マジかこれフォトンストライクとかいう名前になってんだけど、やばいなこれ。威力下げたくないね。4番が封じ込め、あ、バスティルがね、そう、3番アビリティだったのが4番に変わったらしいですね。あ、しかもバスティルと、そうか、あのボルテクスは融合されたのか。なるほどね。封じ込めフィールドを構築し、敵を捕らえて停止させ走行を剥ぎ取る。走行値減少もあんの。長押しで全てのバスティルを1つのダメージを生み出すボルテクスへと崩壊させる。これ威力あんま下げたくないやつだね。はあ、なるほど。ちょっとビルド構成変えようかな。ちょっと変えますね。あ、ていうか威力重視のあるからそれに変えよう。まああんまりね、最初は高レベル帯を呼ばずに、ちょろっとしたグリニアを呼んでみたいと思います。グリニアさーんつって、6体ぐらいでいいかな。レベルはまあ40ぐらいで、これまず1番投げてみましょう。はい、うわー超興奮。これでようやくソーティーでも使えるわ。今までずっとソーティーで使いたかったのに、この動画撮ってないから使えなかったんですよね。1番、あ、行ってる行ってる。あ、なるほど、あ、進んでる。シーカーに慣れてる俺、結構いいですねこれで。2番が、あ、やばいやばい、あ、すげえ、レーザー砲撃してるわ。え、強くない？すげえ、面白っ。この黄色いのは、わっ、あ、すげえやばいこれ。なるほど、このジャグリングみたいなのがかっこいいね。これなんだ、これは触れると爆発的な、これなんだろうね、よくわかんない。これは敵を、おお、くっつけてる。おお、ダウンさせんだ。なるほど、今までにあの足掛けしてたそのワイヤートラップがこれになったって感じなのかな。こう一応敵に付着してるけど、なんか意味あんの。まあ、いっか。おお、強っ。え、超かっこいいこれ、オービタルストライク、やばい。え、このちょっと待って、紫色のやつ何、スピード増加とかよくわかった。え、なんか、え、ラットが火吹いてんだけど、イグニス、あれ、なんかラトがイグニスついてんだけどこれ何、ちょっと意図と違うでしょこれ。2番のオーバードライブは発動時に一番近い仲間に張り付いて攻撃力を上げる。ブーストを必要とするメンバーに装着させよう。まあそういうのがあるんだね。なるほどなるほど、ほー、そういう効果もあるんだね。なるほど、やっぱり仲間の支援は行えるよっていうフレームであることは変わりないんだね。で、このストライクを、かっこよすぎるだろこれ。しかも空中で放つ、やばいんだけど一回転してんだけど、ボーバンが、いやすごいわこれかっこよすぎるわやばい、あっという間にエネルギーなくなっちゃうわ。えちょっと空中で一回転とかかっこよすぎるんですけど。じゃあちょっとあいつ単体にやるのも寂しいから、もう6体敵を出現させて4番やりましょうか。ボーバンずいぶんかっこよくなりましたね、やばいわ。まずバスティルだよねこれが。ああ、なるほどね、うん、これで動きを止める。で、長押しするとボルテックスに変わるという感じですね。なるほど、これいくつも負けるんだね。なるほどなるほど、切り替える際は別にアビリティ容量を、エネルギー容量をね、消費することがないから、すごくありがたいですねこれ。へえ、すげえわ。
ボーバン楽しくなりましたね。ちょっとソーティーでね、大活躍していただきたいと思います。はい。じゃあ続いてはね、ボーバンばっかりになってもあれなので、続いてはエンバーの方に触れていきたいと思います。いや、ちょっと一回転、オービタルストライク、フォトンストライクは、ちょっとかっこよすぎるな、あれ。クソやばいわ。まあ、まずはね、エンバーの、こちら、アビリティの確認からやっていきましょう。50メートル内で火炎に巻き込まれた敵1体につき5アビリティ力が増加する。なるほどね。ファイアボール。これはまあ一緒だね、ファイアボール。命中した敵を燃やす火球を貯めて解放する。うん。イモーレーション。イモーレーション。これあったっけ？ああ、なんか新しい炎のバッテリーみたいなのができてますね。エンバーを守る炎の鎧を展開し、時間とともに炎は大きくなる。最大火力でエネルギーが消費されます。再発動で鎮火できる。なるほど。結構効率高めがいいのかな？地面を叩きつけ、プラズマ波で敵の、押し戻し、装甲を剥ぎ取る。基本的に装甲を剥ぎ取るものが増えましたね。ボーバンにしろ、エンバーにしろ。で、最後、インフェルノ。あ、もう、あれじゃなくなったんだ。変わったんですね。炎の隕石をエンバーの目前に落下させ、炎が敵軍に迫る。なるほどね。すごいな、これ。どっから生み出してんだ、みたいになるな。なるほど、じゃあもう、走りながら敵を倒してってことはできなくなっちゃったんだね。まあいいと思うけどね。あれは強すぎたんでね。今までのリワーク前のエンバーはリワークされてこう弱くなったよっていう話だったんだけど、全然弱くなってなかったからね。普通に強えっていうのが現状だったんでね。なるほどなるほど。ちょっとこれ面白そうですね。効率重視なんですけれども、まずはファイアーボール。まあでもファイアーボールはないつも通りだからな。これでも食らえ。シュッ。あ、結構強くなってんじゃん。あ、すげえ。炎ダメージでかいですね。結構威力上げとくといいかも。で、2番が、なんだっけ。あ、自分の炎の、あれで守るやつか。すごいよね。これ、炎で守るっていうのは。なんだ？ファイアーボールとか使うと上がんのかな。あ、すごい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 。あ、なるほど。アビリティを使うと増えるんだ。炎のゲージが。なるほどね。燃えてきてる、燃えてきてる。で、3番使うと、また一段と燃えるのかな。うわ、すげえ。早っ。消費するんだ、使うたんびに。なるほど、これ効率高い方がいいんじゃない。で、4番がやばすぎる。あ、で、4番を使うと一気に上昇しますね、これパーセンテージが。で、なるほど、全開になるとエネルギー容量を消費するようになるよという感じだね。ただエネルギーこれ容量あれだと、その効率は結構高いと。あー、でも結構吸収されてんなこれ。なるほど。ただこの状態だとだいぶ強そうですね。これ一気に始末できる、強っ。あ、なるほど、スリップダメージで炎も入ってんのか。これはちょっとエンバー強くないか。まあ本当にね、エネルギー容量との相談みたいなところはありそうですけれども、いや使い方によってはマジでやばいわ。だちょっと隙でかいかなこれ。ナチュタリとか入ってたら別なんだろうけど、ちょっと硬直長いから、ソーティーとか高レベル帯に持っていくときは、この硬直の間にやられないように気をつけなきゃいけないっていうのがあるかもしれない。ちょっとナチュタレ実装してみましょう。増強モッドはなんか変わってたりするのかな？アフィニティ範囲内で分隊メンバーはイモーレーションの 20% のダメージ軽減効果を得る。これいいですね。仲間の支援も行える。インフェルノを影響を受けて倒されたときはエネルギードロップを。すごっ。いろいろできすぎだろ。なるほどね。で、4番がちょっと、あ、早そうですね、これ。やっぱナチュタレとかつくと非常に早いね、発動が。まあ、ここまで早くする必要あるのかっていう疑問ではあるんだけど。あ、いいですね。すごいすごいすごい。隕石の嵐みたいな感じで。ちょっと効率重視がいいな、エンバー最初使うならな。うん。いや、いいですね。楽しいですね。これはまたカラーリングとか遊んでね、アビリティ放った時のその、インパクトを遊ぶのも面白いかもしれないですね。まあちょっとね、今回はこれだけの動画になるんですけれども、初めてね、リワーク内容に触れたということで、今後ソロソーティー攻略実況とかね、これから、なんだっけ、ルテンする形成だっけ、新しいアップデートとかも来るので、まあそういった場面でもね、エンバーとボーバンには大活躍してもらいたいと思います。はい、というわけでお送りしたのはハピネスダークダンハピネスでした。また今後の実況動画もお楽しみに。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方は、ぜひ評価ボタンや感想、コメントよろしくお願いいたします。さっきも言ったんですけれども、今後、ボーバン、エンバーの活躍もハピエスダークの実況動画でお楽しみに。またね、バイバイ。